橋本チャンネル。橋本里奈です。そして川地ひかです。ありがとうございます。はい。いや、これね、はい、前に、うん、メントスコーラやった時に、うん、里奈負けたやん。はい。もう絶妙にちょっと残ってるって言って、うん、負けにされたから、はい、リベンジをしたくて、今回は激辛ペヤング焼きそば。辛さレベルマックスを用意しまして、はい、早食い対決です、はい、辛いのは、いやこれがね、この企画がミスってんのよ。コンコンとにかく辛いの得意やから。いや、まあ、結構コンコンは辛い焼きそばとか、はい、ココイチの10辛とかも食べてるやん。はい、食べてますね。もうほぼ負けず嫌いと頑固が勝って我慢強さだけが取り柄みたいな、取り柄みたいな企画なんですけど。いや食べてるもんな。大丈夫そうです。いやだからりなさ、はい、めっちゃ自分に甘いタイプやから、はい、きついよ多分。甘いのも好きですよね。甘いのも好き。でも辛いのも好きなの好きなの。それこそさ、中本とかさ、ラーメン、はい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 、食べれんねんけど、けどなんやろうな、美味しく食べれるレベルじゃないと嫌やな。だから怖いよ今日は。もうすぐもう胃薬飲むの終わったら。この間、うん、キャベちゃんで、うん、これと、もう一つ上の辛さのと、もう一つ上の一番辛いのを食べたんですけど、うん、それ比べて、うん、これだったら、多分美味しく食べられるぐらいの辛さだと。え、無理やろ。辛さマックスって書いてるよ。マックスやのにそれ以上あるって意味わからんしな。いや、あるんですよ。いや、うん、でも前回負けたから今回は、はい、負けないように。しかもこれ早食い？頑張る。早食い。どっちが先に完食できるか。うわー、そうか。早く食べないといけないですよね。そう。です。はい。じゃあ、行ってみますか。行きますか。はい。というわけで、はい。じゃーん。全然普通に麺。うん。いい匂いするし。でもこれを入れるんですよね。うわ、赤いね。赤い。激辛ソース、うわー入れたくない。入れていきますか。はい、はい、でカップ焼きそば食べる家で。いやもうよく食べますね。マジで。え、プライベートでこの辛さ買わんやろ。でもあ、買わないで。カップ焼きそばってめっちゃ美味しい匂いせん。うん、わかります。なんか食べたらそんなやのにさ、人が食べてるとなんか温かい。わかる、わかる、ね、めっちゃなんだけど食べたらそんなないのに。知ってる味ってなる。これで、はい、全部入れましたじゃん。入れた。ずるせえへんねん。よし。大学の時とかさ、うん、めっちゃカップ焼きそば食べとった気するわ。うん、焼きそば好きですもんね。え、そうやね。詳しいな。焼きそば好き。喉詰まるぐらいの焼きそばが好きやね。あ、なんていうの、パッサパサでさ、もう喉詰まってるやんって。待って、もう辛い匂いするわ。しますね。する。若いですもん。うわー、なんかもう目痛い。うん、目にくる。いやえ、これ混ぜた方がいいかな、しっかり。混ぜてる部分と混ぜてない部分を作った方がいいかな。あー、そういう点で困りますね。え、わかんないですね。じゃあ、はい、どっちが先に激辛ペヤングを完食できるか勝負したいと思います。はい、よーい、スタートー。かー、怖いわ。あ、どうどうどう。うわー、結構一気食いにした方がいいんですって、辛いのって。は
ん？いや、唇赤い。歯も赤いよ。大体私辛いの食べると顔赤くなるんですよ。辛っ。辛っ。やばい、あんまタレつけへんかったとこ食べよう。全部混ぜてない。でも濃いところがあるってことですよね、リナさんの方は。見てください。何？見せて、もっと見せて。待って。箸を止めさせる。あ、こうやった。あ、ちょっと。ということで、はい、前回に引き続き今回の勝負も香港の勝ちです。イエーイ。もう負けるし痛いし、もう悔しい。どう？うわ、すごい汗よ。すごいですよ。うわー、また負けたやん。香港が苦手なやつにしましょう、次の勝負は。じゃあ、いや、リナさんにでも相撲では勝ったことないですよ。うん、じゃあ相撲しよう。勝てるしよ。相撲しましょう。腕相撲を、普通の相撲を、尻相撲、全部。あー、全部やりますか。全部やりましょう。負けすぎ。熱っ。これ涙わかりますか。めっちゃ出てる。これ撮っていいですか。香港の汗撮っていい。ちょっと吹いちゃったけど、この前髪も全部くっついちゃう。いや、この汗すごいよ。うーん、めっちゃじんわり、めっちゃ汗出てる。でも涙がめっちゃ出てんねん。そんな感じです。
暑い。ということで今回も、うん、今回はめちゃくちゃ体を張った企画だったので、はい、皆さん絶対にチャンネル登録してください。そしてコメントやいいねもお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。ココありがとう。ありがとうございました。バイバイ。